ラムの IC やモジュール。一番上のみが単体の IC であり、デュアルインラインパッケージ、残りは順にシップ、SIM30 ピン、SIM72 ピン、DIMM、DIMM のモジュール、ランダムアクセス、メモリとは、コンピュータで使用するメモリの一分類である。本来は、格納されたデータに任意の順序でアクセスできるメモリといった意味で、かなりのソリュードで、 端から順番にからしかデータを読み書きできないシーケンシャルアクセスメモリと対比した意味を持つ語であった。しかし本来の意味からずれて電源を落としても記録が消えないログに対して電源が落ちれば記憶内容が消えてしまう短期メモリの意で使われていることがもっぱらである。本来のランダムアクセスメモリとは任意のアドレスの記憶阻止に対して随時、 アクセスパターンに依存した待ち時間などを要することなく、読み出しや書き込みといった操作ができるメモリを指す語である。磁気テープのように記憶情報が順番に格納されていて、所要の番地への操作を行うには、順番待ちをしなければならないメモリを指す、シーケンシャルアクセスメモリに対比した語であって、a ムという言葉には読み書き可能という意味はない。読み書き可能という意味では、 RWM という表現がある。しかし実際上はほとんど全く使われていない。厳密にはこれらも半導体チップによるものだけを指す語ではないが、ここではもっぱら半導体チップによるものについて述べる。半導体 D ラムは記憶データをコンデンサの電化として蓄えているため、一定時間経つと自然放電によりデータが消えてしまう。そのため定期的に情報を読み出し、 再度書き込みをする必要がある。この動作をリフレッシュと言いい記憶を保持するためには1秒間に数十回の頻度で繰り返しリフレッシュを行う必要がある。一般にそのようなメモリをダイナミックメモリと言いいダイナミックなラムということで DRAM と呼ばれている。DRAM はアドレスを指定してからデータを読み出すまでの時間が SRAM よりも 若干遅いものの、記憶部の構造が単純であるため、容量あたりのコストが低いという特徴がある。また、常にリフレッシュを行っているため、消費電力が大きい。d r a m のアクセス方式によって様々な種類のものが市販されている。半導体 SRAM は、記憶部にフリップフロップを用いており、リフレッシュ動作を必要としない。また、 d r a m より高速動作させることができるが、記憶部の回路が複雑になるため、容量あたりのコストが高い。リフレッシュ動作を必要としないため、リフレッシュ動作による電力の消費がない。半導体 d r a m も、半導体 SRAM も揮発性メモリである。揮発性でないメモリとして、不揮発性メモリがある。最初期の電子計算機の時点で、当時の主力素子である。 真空管で1ビット1ビットメモリを作っていたのでは効果につきすぎることからいくつかの記憶装置に特化した素子や機器が考案された。アタナソフベリーコンピュータではリフレッシュ操作を機械的に行うキャパシタによる一種の D ラムのような装置が考案された。百四十九年に稼働したエドザックで使われた水銀遅延記憶装置などの信号の遅延を利用するものは 原理上シシーケンシャルアクセスであるエドサックは初の実用的なプログラム内蔵方式のコンピュータだとされているが、プログラム内蔵方式の実用性のためには、ある程度多くのメモリが必要であり、水銀遅延記憶装置は同期の成功の重要な要素であった。当時の他の素子では、ブラウン管面の帯電を利用するウィリアムス管は、 ランダムアクセスでリフレッシュを必要とするなど D ラムに近い性格を持つ。以降にはランダムアクセスメモリに関する話題は特にない。その後、1949年から1952年に磁気コアを用いた磁気コアメモリが開発された。コアメモリでは格子上に配置した磁気コアと呼ばれるリング状の磁性体に 縦と横方向から電線を貫いた構造をしていた。次期コアメモリは集積回路による半導体メモリが登場する1960年代末から1970年代初頭まで広く使われていた。特には放射線などの影響を受けにくいという特性から宇宙機用などでは1980年代でも用いられていた例がある。また、 破壊読み出しなので読み出したら書き戻す必要がある一方ドーナツ状のフェライトコアの磁性を利用しているため不揮発という特性がある21世紀の現在ではコンピュータの主記憶装置は全て D ラムになっている原理的に SRM は容量あたりの単価が高くならざるを得ないため主記憶装置を SRM で構成するようになるとは考えられていない一方で 何らかの不揮発性メモリが D ラムを置き換える可能性はあるものと考えられており研究開発が行われている。例えばカーボンナノチューブを使ったものやトンネル磁気抵抗効果を使ったマラムがある。また2004年にはインフィニオンテクノロジーズが16ミブのマラム試作品を公開した。現在開発が進んでいる第2世代の技術はサーマルアシステッドスイッチング方式と スピントルクトランスファー方式がある。前者はベンチャー企業が単独で開発しているが、後者は IBM などを含め複数の企業が開発に乗り出している。ただし、これらが今後の主流となるかどうかはまだ不透明である。主記憶装置においてアクセススピードや容量あたりコストと並んで重要なのは消費電力である。過去の組み込みシステムにおいては、 消費電力を抑えるために SRAM が用いられていたが近年では低消費電力に特化した DRAM が使われている。例えばサーバファームなどでは高速性よりも消費電力を抑えることに重点を置いたエカームと呼ばれる RAM も登場している。理論的にはランダムアクセス、マシンといってすべてのメモリに一定時間で ランダムアクセスできるような機械のモデルなどもあるが、現実のコンピュータでは一般に、早くて小さいメモリと遅くて大きいメモリを組み合わせて使う。多くのコンピュータシステムは、レジスタを頂点として、マイクロプロセッサチップ上の SRAM キャッシュ、外部キャッシュメモリ、主記憶装置、補助記憶装置等々といったようなメモリ階層を持っている。D-RAM という階層だけを見てもアクセス時間には、 ばらつきがあるが、その範囲は、回転式の電子媒体や磁気テープほど大きくはない。メモリ回想を使う目的は、メモリシステム全体のコストを最小化しつつ、平均的なアクセス性能を向上させることにある。一般に、0点子スループット、アクセス単位といった点で、レジスタが最も高速、最流度であり、回想を下に行くほど低速、素流度となる。 マイクロプロセッサの速度とその向上に対してメモリの速度とその向上を比較するとメモリの方が遅いという傾向はマイクロプロセッサの誕生以来一貫して続いている。最大の問題はチップとチップの間のデータ転送帯域幅に限界があることである。1986年から2000年まで CPU の性能向上は 年率平均で55%であったのに対してメモリの性能向上は年率平均で10%ほどであった。この傾向からメモリ零点子がコンピュータ全体の性能においてボトルネックになるだろうと予想されていた。その後 CPU の性能向上は鈍化した。これには微細化により性能向上が物理的限界に近づいていることや 発熱の問題もあるが、同時にメモリとの速度差を考慮した結果でもある。インテルは、その原因について、次のように分析している。第一に、チップが微細化し、クロック周波数が上がると、個々のトランジスタのリーク電流が増大し、消費電力の増大と発熱量の増大を招く。第二に、クロック高速化による利点は、メモリ冷点子によって一部相殺される。つまり、 メモリアクセス時間は、クロック周波数の向上に合わせて短縮することができなかった。第三に、これまでの蓄積的アーキテクチャでは、ある種のアプリケーションは、プロセッサが高速化したほど性能が向上しなくなっている。さらに、集積回路の微細化が進行したことにより、インダクタンスの付与が難しく、信号伝送における RC 遅延が大きくなる。これも、 周波数向上を阻害するボトルネックの一つである。信号伝送における RC 遅延については、クロックレート v ス i p c ザエ e ドオブザロードフォーコンベンショナルマイケ t ハーキテクチャースにもあり、2000年から2014年の CPU の性能向上は最大でも年率平均で12.5%という見積もりが示されていた。インテルのデータを見ても、 2000年から2004年の間、CPU の速度の向上は鈍化している。しかし、この見積もりは、CPU の性能向上があくまで、クロック周波数の向上によって、高性能化するという前提に立っていた。だが、2004年に、a m d が K8 アーキテクチャを発表すると、パイプラインバーストによる処理遅延を抑え単位クロック数あたりの、 命令実行数を向上することがトレンドとなり、クロック周波数の無みな向上は止まったが、処理能力の向上はむしろ激化した。さらに、この頃から一つのプロセッサ台に複数の主演産コアを搭載し、さらにそれを仮想的に複数のコアとするスレッティング技術を搭載することが主流となった。AMD の製品では、2005年のアスロン64、 X23800 では約7.31グフラップス相当だったが、2017年のライゼン 7800X では約42.53グフラップスにも達しており、これは年率平均にすると約50%程度の性能向上と2000年以前と指して変わっていない。一般にラムという語は主記憶装置よりのそれを指し、 補助記憶装置よりのそれは指さないことが多い。しかし、DVD ラムのような例外もある。ラムディスクという語は二通りに使われている。どちらも論理的には超高速のハードディスクのように見えるという点は共通である。一種類目はスカジーなどのインターフェースでアクセスできる、外からはハードディスクのように見える装置だが、内部はラムで構成されているというもので。 バッテリーバックアップ等により記憶が保持できるようにしたものも多いが、そうでないものもある。2種類目は、オペレーティングシステムのデバイスドライバとして、ユーザーのプログラムからは、ストレージのように見えるが、実際には、メインメモリに確保した領域に記録している、というもので、当然ながら、シャットダウンにより情報は失われる。テンポラリファイル等の置き場等として使われることが意いと、されている。 ROM の内容を RAM にコピーして、アクセス時間を短縮することがある。コンピュータの電源投入時、メモリを初期化した後、ROM の配置されていたアドレス範囲をコピーした RAM に切り替える。これをシャドウラム RAM と呼ぶ。これは組み込みシステムでもよく行われる技法である。典型例として、パーソナルコンピュータの BIOS があり、ファームウェアの何らかのオプション設定で BIOS をシャドウラム RAM にコピーして、 使うことができる。それによって性能向上する場合もあるし、非互換問題が発生する場合もある。例えば、ある種のハードウェアは、シャドーラムが使われていると、オペレーティングシステムにアクセスできない。また、ブート後は全く BIOS を使わないシステムなら、性能は向上しない。当然ながら、シャドーラムを使うと、指揮翼の空き容量が少なくなる。 ウィリアムス管などが半導体デイラムよりも古くからあるダイナミックメモリである。困ります。ファインマンさんでスペースシャトルのコンピュータに使われていることが語られているのがよく知られている。データを10億年保持可能カーボンナノチューブリオワイヤード .jp2009 年6月3日タイエマージンスオブプラクティカルマラムクロッカステクノロジー ハットタワーインベストツインクロッカス、ティップスマラムファウンドリーディールイータイムズ、2009年6月18日、エカームヘルド、アップアズレスパワーアー、ハングリーオプションザンディーラムフォーサーバーファームズバイ、ヘザークランシー2008スパンション社が、エカームの詳細を明らかに、サーバーのメインメモリー用途を狙う、エドンジャパン、2008年11月 WMA ウルフ、サリー A ーマッキー、 ヒッティング・ザ・メモリー・ォール・インプリケーションズ・オブ・ザ・オブ・ビアス・1994・プラットフォーム2015ドュメンテーション・インテルハット・マイクロプロセッサ・クイック・レファレンス・ガイド・インテルハット・シャドー・ラム。2007年7月24日閲覧。ありがとうございます。